どうも、しゅんと申します。変態紳士の世界へようこそ。というわけで本日のテーマは、最速でファッションセンスを磨くたった一つの方法。そんなテーマでお話しさせていただこうと思います。まず、サムネでもありましたように、昔の僕っていうのは結構ダサくてですね、ただその昔の自分に比べたら今の自分は少しはシュッとしたかなというふうに思いますので、本日はこの昔の自分からこう今の自分になるまで、ここでファッションセンスを磨くために何をしたのかっていうところをお話ししていこうと思います。早速結論なんですけれども、おしゃれな人の真似をする、これがおしゃれのファッションセンスを磨くための最短ルートかなっていうふうに思います。ではここからその理由をお話ししていこうと思います。まず、ファッションセンスがまだない、いわゆるダサい方ほど、こうオリジナルに考えたがるっていう傾向があるような気がしていて、例えばこう料理が苦手な人ほどレシピに忠実じゃなくて、で料理が上手い方ほど基本にレシピに忠実だったりしますよね。でこれがまさに昔の僕で、こう自分なりのセンスっていうのを信じすぎていたんです。でただちょっと立ち止まって考えればわかるんですけれど、知識も何もないので、こうセンスの源っていうのがそもそもないんです。大天才のアインシュタインですら、こう生まれたての赤ん坊の頃いきなりこう生まれたてで論文ぶわー書くみたいな、そんなことってありえないですよね。僕らは知識を積み重ねて、でその積み重ねを自分なりに工夫することで、自分なりのアイデアだったりとか、あるいはセンスっていうのを生み出していくんです。だから自分なりに考えるっていうのはダメで、いきなり真似から入るんです。僕としては色の組み合わせの勉強とか、そういう細かい勉強っていうのは全然後回しでいいというふうに思っていて、要はこう真似をするっていうのはこうゴールから入るわけですよね。要はこうもう完全にイメージができた状態になるっていうことです。なんですけど、色の勉強とかって、例えばこう色の勉強を例にとると、いくら色の勉強をしても自分が実際に洋服を着てる姿っていうのは思い浮かびませんよね。だからこう真似をするっていうのは、こういきなりもうゴールから入るっていうことなんです。でこうまさにこうズバンと最短ルートを言ってるような感じですよね。例えばこうナイフとフォークを使うっていう、この仕草を例に出すとすごく分かりやすいかなというふうに思うんですけれども、こうまずナイフとフォークでこう肉を食べるっていう、これを言葉で説明するとジェスチャーを消しますね。まず左手でフォークを持って、右手でナイフを取って、左手のフォークで肉を刺します。そこから少し離れたところにナイフを入れて、そして肉とナイフを擦り合わせるように動かすと肉が切れます。そして切れた肉を左手のフォークをそのまま持って口に運びます。その時にフォークを反転させるとより食べやすくなります。これが言葉で説明した場合です。だけどこれを仕草で実際こうやるんだよって説明する、つまりゴールを先に見せると、こうやってこうだよと、でこうする時にフォークがこの先がこの状態よりもこう反転してた方がこう切ってそのまま食べやすいでしょう。さあこれのどっちの方が分かりやすくて、そしてどちらの説明の方がナイフとフォークを使いこなすのが早くなりやすいでしょうか。これが真似をするっていうところの醍醐味なんじゃないかなというふうに思います。この細かい説明をもう無視して、なるほどこれがゴールかっていう、こうすればいいのかっていうのが分かるっていうイメージです。また自分で考えても、それは自分の知識やセンスの範囲内でしか考えられないんですけれども、こう真似をすることによって、こう一気にさっきまでズバーンとイメージっていう話をしたんですけれども、こう飛び級ができるような感じですよね。こういろんなことが一気に分かるんです。例えば僕なんかだと、ブラウンっていう色、茶色ですよね。この茶色のかっこよさって全く分からなくて、もうなんならなんかおじいちゃんの色、いやもううんこやんみたいな、それぐらいに思ってたんですけれども、ただこうなんかおしゃれな方をいろいろ見ていると、こうなんか茶色とかベージュの取り入れ方がうまい、あるいはよく取り入れてるなっていうことに僕気づきまして、それで実際に、とにかく真似をするっていうのが第一心情だったので、実際自分が着てみたんですね。そうすると、今までさっき話したようなイメージだったのが、あ、なるほどと、着るとこんな感じになるんだ、かっこいいなみたいな感じになったんですね。それで、今みたいな感じでこう一通りいろんな方のこう真似をしてみるんですね。でその後に微調整をするんです。で僕の感覚としては、この微調整でこうファッションセンスが磨かれていく、一気に磨かれていくっていうような感じですかね。こう真似をしたところで、あ、なるほどなって分かって、この微調整で、はいはいはいってこう一気にこうグワーンと磨かれていくようなイメージです。要はこの微調整っていうのは、じゃあこういざ、あ、こういう、この人かっこいいなと思ってちょっと真似をしてみた、
で、真似をしてあれなんかちょっとしっくりこないなっていうことがおそらくあると思うんですね。というかそういう場合がほとんどだと思います。要は似合う色とか形っていうのはやっぱ人それぞれ違うので、ただ真似をしてバチンとしっくりくるってことは少ないと思うんですね。で、ここでなんで似合わないんだろうっていうふうに考えて試行錯誤してみるんですね。こう例えばさっきも話したように似合う形色っていうのがあるので、なんか違うなと、もしかしたら自分はこっちの形の方が似合うのかなとか、こっちの色に変えてみたらいいのかもとか、そういった形でいろいろと試していく。で、これを繰り返していくうちにどんどんこう感覚っていうのがつかめてきて、で最終的には自分のスタイルが出来上がるっていう、そんな感じかなっていうふうに思いまして、このような流れでこうファッションセンスを磨いていくっていうのはとてもおすすめです。またこの考え方ってこうファッションセンスを磨くこと以外に勉強だったりとか、こういろんなところで応用できるかなっていうふうに思いますので、ぜひ何か人生のプラスになったらなっていうふうに思います。参考にしてみてください。というわけで今回のお話いかがだったでしょうか。今回のお話がためになって面白かったよと思っていただけた方、ぜひチャンネル登録そして高評価もお待ちしております。またサブチャンネル、ツイッター、そして TikTok もやっておりますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。それではまたどっかの動画でお会いできることを楽しみにしております。変態紳士チャンネルのしゅんでした。ありがとうございました。